皆さんこんばんは、みとくです。今回はモンストのゆうすけ苦戦決定的なさ、こちらにチャレンジしてみたいと思います。何やら指令が出ております。まあ一応魔族はムクロが出たので、シングルでそのキャラを入れて行ってみたいと思います。そして一度チャレンジしてボスで失敗しておりますので、今回はクリアしたいと思います。ゆうすけ苦戦決定的な差、究極ということでね今回はムクロ、ランスロット、ウリエルでライトニングさんをお借りしてきました。さあどうやっていきますかね。なんか毎回言ってるな、どうやっていこうかなって一回だけチャレンジしてみたんですけど、いまいち分かんなかった、難しかった。レーザーバリアか、ここってこう言って大丈夫か。真田さんとランスロットどっちにしようか迷ったんですけど、ランスロット回復できるんでランスロットにしてみました。ただ友情が強いのは真田さんですよね、多分。迷っちゃうけど、これはどういけばいいの。友情当てちゃった方がいいかな、せっかく固まってるから。お、いいよ、真ん中に引き寄せられるんだね。ムクロさん、これいけるか。 OK、 来た。ここって蘇生したっけ、しないっけ。なんか蘇生したような気がするけど、してないか。うわ、これどっちか倒せるかな。すごい真ん中にみんな固まっちゃってるから倒しづらいな、これは。ハートそこで取っちゃうか。真ん中に集められるのきつい。一応ボスまでは行ってるんですけど、右のが倒せそうだけど、レーザーバリアきついね。っていうかレーザー多くない、失敗したかな。ちょっと横で行った方がいいのか、縦だと片方だけだもん。オッケー、もうちょっと早く倒したかったけど、レーザーバリアなのにレーザーの人をたくさん連れてきてしまった感じか。ここいけるかね。天使ちゃんが、あ、ダメか、弾かれたか。お、でも結果的に入れたからオッケー。天使ちゃんで先倒していいのかな。で、あやつの上に行かなければ OK と。これ無理だろう、これはきついんじゃないか。お、ギリギリ入れたけどちょっとずれちゃったから両方はやっつけれなかったか。あいつの上に行かなきゃいいんだから、難しいね。どうしようかな、先にこの真ん中の人倒した方がいいのかな。ザコって来ても、ザコも結構きついよね、先に倒さないと。あ、でも弱点狙えば結構減るから先に倒しちゃおう。弱点直でいける。ちょっと足りないか、ちょっと足りないか、惜しい。あー、しかもものすごい食らっちゃいましたね今。これはハートは取れた、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 ハート取れた、よかったよかった。ボス行くまでにだいぶ減ってしまいましたが、いつまでも調子に乗ってんじゃねえ。悠々白書、この声だめが。悠々白書全然見たことないんですけど、悠々白書好きの方はおーって感じなんですかね。そういうシーンがあるんだよねきっと。これはちょっと弱点に当てて、ザコ先の方がいいのかな。11ターンで即死級の攻撃が来るっていうのは分かってるんで、
それまでにボスを倒さないといけないのですよ確か。なのでここはちょっと弱点直で狙って、あ、そうか、あの天使ちゃんの重力バリアがきついのだ。天使ちゃんって後からの方がいいのかな。先でいいのかな、ちょっとよくわかんないや。あ、ウリエルが動けなくなった。あと8ターン、オッケー、いけるぜ。これ弱点でいいかな。ランスロットがなかなかいい位置にいるのでは。もうちょい左が良かったか。あ、オッケーオッケー、気に入らねえ目だぜ。ランスロットさんがなかなか良き、連れてきてよかった。あんまりランスロット使ってなかったんですよ、赤い方は。水色は結構ね、使う率が高いんですけど、 SS 使うまでに4ターンしかないからすごい使いやすいですよね。赤い方は SS 使うのに時間かかっちゃうから、これどうやっていこう。取っとこっかな、ハート、ハート取っちゃおう。なんか取れずに倒しちゃうのすごい怖いから。 OK、S ランクは仕方ない。これ上の雑魚からいけるんじゃない、ね、11って書いてあるから、あれが0になる前に倒したい。確かね、収録外でやった時にこれがこの即死級の攻撃で死んじゃったんですよ確か。のんびりやりすぎちゃったかもしれない。のんびりやりすぎたっていうか、まあ一生懸命はやってたんですよね。あー、そうか、そこに集められちゃうから、先に天使倒さない方が良かったのかもしれない。困ったな。これはこの間に入れるのだろうか。ムクロさんのところに行ける？あー、ハート取っちゃった、もったいない。あ、天使回復した。でもこれ絶対天使倒しちゃうよね。あ、でも貫通だからいっか、貫通だから弱点狙って、あ、でもどっちみち倒しちゃったか。あ、ライトニングさんいたんだそこに。あと7ターン、これ究極なのにすごい難しい。ひたすらボス狙いなんだけど、あんまボスに攻撃がいってないな。え、あの左上から狙うのすごい難しいよ。あ、でもそろそろ SS 使ってもよかったのか。ちょっとやばくなってきましたよね。いい加減、あと5ターン、あと5ターンか。貫通タイプになるからランスロットさん貫通でちょっと弱点いっちゃいますか。とりあえず最終面まではいけるように頑張りたいので OK。 あとは最後、あ、こいつがいたか。あ、ハート出た。あ、これハート、え、こいつがあの1で何を仕掛けてくるかが分かんない。でも倒しちゃいそうなんだよな、今重なってるから。友情で倒しちゃいそうって思ったけど大丈夫そうか。まあいいや、取っちゃった。あ、でも、あ、ちょっと待って。ウイルスチェックのやつが立ち上がってしまったもろに、画面いっぱいに、ごめんなさい。もしかしたらカットしてるかもしれない。まあ一瞬なんでね、ごめんなさい。敵にバウンドする前にヒットポイントが回復ということは、敵がたくさんいた方が回復はあるけど、今使うのは
減ってないからもったいない。こういく、こういってちょっとここ抜けて OK。 あー上行っちゃうのはまずいんじゃない。ボスの上はボバババババって来るんじゃない。ムクロさん、ムクロさんの SS は何ですか。あ、これね、わかんないんだよ。これ皆さん、新しいストライクショットですよ。3点のマーカーに囲まれた敵に大ダメージなんですけど、3点の壁がね、難しいの。こう言って、あれ、ボスいける?行くぞ。3点の壁いける。あ、オッケーオッケー、ちょうど入ったちょうど入った。あ、いいじゃんいいじゃん、半分減りましたよ今ので。オッケー。あ、音楽が変わった。これ雑魚処理した方がいいのかな。いや、友情で倒してしまおう。あ、そっか、レーザーバリアだから友情あんまり効かないか。いやでももうここまで来たらボス直で殴った方が早い気がする。雑魚処理なんてもうもはや無視でいいんじゃないか。すごい、これ幽遊白書の BGM ですか。歌ってる歌ってる。よし、いったで、これで倒せるんじゃないか。あ、倒せないか、ちょっと残っちゃったか。惜しい惜しい。あ、でも雑魚処理がだいぶできたんで、これライトニングさんでフィニッシュじゃないですか。誰、かっこいい、ライトニングさん欲しかったんだよな。やったー初クリア、よかった、収録でクリアできて。ライトニングさん欲しかったな。結局ね、 FF コラボの時は星5出なかったんですよね。で、今回のはムクロが出たんですけど、クラマが欲しかった。クラマすごい使いやすいですよね。お友達設定じゃなくて、なんだっけお友達のになってくださってる方の助っ人さんか、助っ人さんでね、よくお借りすることがあるんですよ、クラマは。お、2つ出ました。やったー、クリアできたー、よかったー。ちょっとね、クリアできるか心配だったんですよ。一回失敗してるから、噛んじゃった、失敗してるからただ究極なのに割と難しかったですね。で、これをクリアすることによってさらに難しいクエストにチャレンジできるようになるんですよね。これいつまでだっけ、悠々白書コラボ16日までかな。だったら間に合うかな。もうおそらくここでこのクエストで苦戦してるぐらいなんで、クリアはできないような気はするんですけど、まあチャレンジだけはちょっとしたいかなって思ってます。収録するかは分かりませんが。というわけでね、前回失敗しちゃった動画あげたんで、今回はなんとかクリアできてよかったなとほっとしております。でね、収録外でやった時は間違えちゃったんだよね。アラジン連れてっちゃったんですよ。アラジンアンチ重力バリア確かついてなかったよね、確かね、ついてなかったんだけど連れてっちゃって、ちょっとうまくいかなかったんですよ。はい、というわけで今回はなんとかクリアすることができました。まあ究極だったのでみんなクリアできてるんじゃないかなと思うんですが、まあ久々に、なんだろう、ちゃんとクリアできた嬉しい、やったー。はい、というわけでね、悠々白書コラボもう少し期間あると思うので頑張りたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。あ、違うまたね最後まで動画をご覧くださった皆様、本当にありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録はこちらをクリック。そして最新の動画がこちらになります。ぜひ他の動画もご覧ください。そして Twitter もやっておりますので、動画が上がった際のリツイートなどなど、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、みとくでした。